めっちゃ久々。そう、珍しく夜中にラジオ配信。ちょっとです、ちょっとやります。めっちゃテレビやば、テレビさ電波悪くてすごいことなってるんだけど、画面怖っ。めっちゃ怖い、やだこれ、なんでこうなってんの、やだ怖い、あ怖い。はーい、こんばんは。すごいね、何の告知もしないんだけど、みんな通知取っちゃうのかな。通知取ってくれてたんですか、ありがとうございます。今から私は足をおマッサージしたいと思います。今日すっごい足がねむくんでてね、もうなんかやばいの、むくむくすぎて耐えられないんでマッサージするんですけど、このマッサージの時間って本当に何にもできないんですよ、他のこと。それが嫌で、ちょっとね、みんなとお話しようかなっていう感じなんですけど、なんかね、今日土曜日じゃん、しかも。明日日記なんもない、なんもないってのは変なんだけど、明日みんなと特にね、ライブもないし、配信とかもないし、そうだからみんな何するかわかんないんだけど、まあ明日はね日曜日だし、みんなも夜更かししてんじゃないと思って、ちょっと配信つけてみたんですけど、みんなは今日何時まで起きてるんですか。私は最近ね、2時くらいまでネットフリックスで真心が届くっていう作品を見てて、それを2時に見終わった、布団に入ってからなんだかんだ3時くらいまで携帯いじって寝るっていう生活なんですけど、ん？何？明日もだけど、来週の土日も何もなくて寂しい。なんか、そうだね。あんま、ライブとかないから。寂しいですね。そうなんですよ。明日はタイヤ交換？なんかさ、秋田県がとんでもなく雪積もってるらしくて。もう雪降ってんだよ、みんな。ほんと嫌ですね、冬って超寒いもん、ほんとに寒くて嫌なんだけど、ほんとに寒いよね。あなたの番です、見に行かなきゃ。12月10日ってもうちょっとだね。あなたの番です、見に。私の声聞こえてる？これすごい、なんかよくどう、ラジオ配信ってどこに携帯置いたらいいか分かんなくてさ、声聞こえてるかな。今日はラクハン誕生日おめでとう、ラクハン、ラクハンおめでとう。ラクハンはこの間あのジャップのオープニングアクトで来てくれてた時に、可愛いですって褒めてくれた。あの最初に来てた金衣装めっちゃ可愛いですって、ラクハンが褒めてくれました。嬉しい。今からご飯食べる？それやめときなとか言って、私今からねじゃがりこ食べようとしてるんですよね。で聞いてほしい、最近すごい食欲がなくて、食欲はあるんだけどなんかすぐお腹いっぱいになっちゃうんですよ。
前は例えばじゃあ定食、ご飯とお味噌汁と野菜と主菜、普通に全部食べれてたのに、なんかそれもご飯も半分しか食べれないし、なんかちょっと絶賛に向けてさ、軽く自分的にダイエットしようと思って、そう、私死ぬほどご飯食べるから、死ぬほどって言ってもね、多分みんなからしたらそうでもないと思うんだけど、すごいいっぱい食べるしちゃったけど、ちょっと少なめにしようと思ってたら、胃がねすぐちっちゃくなっちゃうんですよ私。そしたらなんかねマジで食べれなくなっちゃって、そうなの、1日3食絶対食べなきゃいけない人が1日2食でいいやつ、なんか1日1回まともな食事取ればいいやみたいになっちゃって、どうしましょう、3食毎食ちゃんと食べたい人になったのに。あ、ちゃんと聞こえてる、よかった、ありがとうございます。でも私は今からじゃがりこの塩とごま油味っていうの買ってきたんですよ。今日夜ネットフリックス見ながらこれ食べてやろうと思って買ってきたんですよ。でもね、食べてる暇ないね。明日は目が覚めるまで寝て、起きたら秋葉原に買い物かな。家電買うんですか。私が欲しい家電は一応伝えとくね、掃除機私掃除機欲しい。なんかうちの掃除機めっちゃ古いんですよ。あの普通にコードレスでもないし、ああいう片手で持てるやつでもないし、普通にあのゴロゴロついてるのに、なんか象の鼻みたいな長いあれでやるやつなんですけど、だから新しいね掃除機が欲しい。なんかさ、昨日夜会でやってた掃除機がすごい良さそうだった。ダイソンよりもめっちゃ軽くて、これね、このサカサカサカって音は私今足をマッサージしてる音です。掃除機欲しい今。あとな、あ、そう、なんだっけ私、あ、コピー機だ、コピー機。なんかさ、よく歌詞カードとか新曲ですってさ、歌詞カードさ PDF でもらうんだけどさ、うちパソコンもないしコピー機もないから、別に携帯あればさコピー機とつなげられるじゃん。だからいつもねそういう紙とかを家事にお願いしたりとか、でも家事ももう実家じゃないからさ、コピー機もないだろうし、そう、スタジオのコピー機とかで印刷してるんだけど、あとたまにコンビニ行ったりとか、それがめっちゃ大変なんですよ。だからコピー機欲しいと思ったんですよ今日。金印象でツーショット撮りたいよね。なんかいつかやるはずですよ。でも26の対バンは金印象がいいねって話してました。ちょっとクリスマスっぽいし、あと単独ライブでも金賞着ると思うよ。なんか一部と二部で分けようかなみたいな話をしてましたよ。餃子、今日餃子食べたよ、お昼に餃子食べました。美味しかった。たこ焼き、なんかみんなめっちゃ食べるじゃん、料理中？えらい。え、本当に私胃すぐちっちゃくなるけどすぐ大きくもなるんですよ。難しいよね人ってね。森崎ですって、これ森さんですかね。コピー機必要だよね。え、コンビニお金かかるよ。
プリンター、あ、そう、え、プリンターとコピー機って違うの？よくわからないんだけど。プリンターでいい、プリンター、普通にコピーと携帯から転送できればいいや。なんかさ、12月ってすっごい物欲やばいよね。はい、左足のマッサージが終わったので右足をマッサージしていきます。私はニベアのクリームを使っております。なんかね、いいマッサージオイルをね買おうかと思ったんだけどね、なんかマッサージオイル何がいいか分かんなくて結局買ってない。クリスマス近いから、確かにインスタとか見ててもさ、クリスマスプレゼントがなんだかみたいな、よく出てくるじゃないですか。だからかな。いやー、もう1時だね。みんな寝ないの？私は最近 YouTube を見ながら寝落ちしてます。YouTube 見ながらの一番寝れる。配信が終わらないと寝れんかも。こんな時間にいきなり配信始めたって言われたくない。ひどい。で、土曜の夜だからさ、みんな暇か夜更かししてるかどっちかじゃん。YouTube は何いるかな、 ASMR ばっか見てますね。今日は漬物の ASMR が聞きたくて、なんか大根食べてる人の ASMR 聞いてます。あとはなんか私ね、人が喋ってる声を聞きながら寝るのが好きなの。これあんま多分理解されないと思うんだけど、だからその誰かがなんかずっと喋ってる動画とかが好きです。だからね、そうショールームとかもね、こういうのが他の人がやってたらすげえいいなって思う。なんか違うんですよ、プロの食べる音ってマジでいいんです。大根食べるプロの音ほんと聞いたらやばいよ、こしゃこしゃみたいな、すっごいいい音で食べるんですよね。それがすごい好きです。でもこの人の声聞きながら寝るのに好きって人わかんないかな。私結構昔から自分の部屋っていうよりもリビングでちっちゃい頃から寝てたりしたから、常にテレビの音が流れてたりとか、あの親が喋ってたりとか、なんかそういう中で、ね、寝てる子だったんで、人が話す声聞くと安心するんだよね。だからそれですごい寝ちゃう。大根食べるプロいるんですよ。ほんと ASMR 聞いてる人は分かると思うんだけど、その咀嚼音って汚いって言うんだけど、プロの咀嚼音って全く汚くないんですよ。ただただいい音。テレビ電気ついてる方が寝れる。そう、わかる。なんか最近は電気はね、最近はってか暗い方が寝れるなって思うんだけど、でもそういうテレビとかの音とかめっちゃね、あったら嬉しいです、寝るときに。そう、マシュマロボイス聞きながら就寝してください。おやすみなさい皆さん。
グッナイ。あとなんかね、パ行をずっと言う動画とか、パパみたいなパみたいなのをちょっと聞いてたりします。パピープパピープペポみたいな、なんかほんとこれくらいのパピープペポピピーポポポみたいなのなんかそういうのめっちゃいいんですよね。え、本当におすすめなんだけどな、これ結構結構いいよ。まーちゃんのマッサージも、あ、そうだね、これも ASMR ですね。このカチカチ、私結構ね雑な音とか好きなんですよね。その咀嚼音とかもなんかすっごいゆっくりって食べてる人よりも、もう普通に食べてる人の方が好きだし、まあそんな感じです。寝る時の音は。よし、今日はね新しいパジャマを着て寝てます。なんかお母さんがパジャマ買ってきたよって、今日パジャマが新しいモコモコのパジャマとモコモコの靴下であったかくして寝ます。どんなのかは教えません。ツアーの秋田公演楽しみにしてね。セラピケではないな、これは。いやー、マッサージ終わった、疲れた。あのね、今日までおばあちゃんがね秋田から来てて、ずっと私のお家に泊まってたんですよ。でおばあちゃんめっちゃうるさいんですよね、超元気で。だからね、家の中が急に静かになりました。おばあちゃん今年で何歳なんだろう、まあ、そこそこいいお年なんですけど、めっちゃ元気なんですよね。耳は遠いけどめっちゃ元気。おばあちゃんがねいなくなってね、お部屋の中がね寂しくなりました。よく飽きたから東京に来たと思う。みんな寝るとき何着るの？私は圧倒的パジャマ派なんだけど、バーベラ作ってもらってない。でもご飯はいっぱい作ってもらいました。あと東京のいろんなお店に連れて行ってあげた、ちょっといいお店とか。すごい喜んでました。アド死んでもいいって喜んでたんでよかったです。確かにツアー西の方少ないよね。でも前回ね大阪行ったし、名古屋も行ったから、西の方だと今回は福岡になるのかな。半袖短パンは寒くない？絶対寒いっしょ。やっぱスウェットが多いね、みんな。なんかね、美味しいもの食べましたよ。コースとか、ふんしゃぶとか、美味しいものいっぱい食べて喜んでました。でもツアーすぐですよ、もう来年の。じゃがりこ開けまーす。じゃがりこ開けちゃうよ。オープン。ちょっとカリカリ言うの嫌な人いるかな。ちょっとそうだね、一本だけにしとこう。
美味しい。ごちそうさまでした。いやもう ASMR はね、今口を食べて閉じてるんだけどね、ちょっと開けた方がねいい音出るんですよ。じゃあ1時半までやろう。ペヤング食べないよこの時間に。アウト。今日私の夜ご飯は岩下の新生姜とポトフでした。ポトフにはね、新じゃがとソーセージとキャベツとベーコンが入ってます。美味しいです。主食どこ。私はね、夜はね米食べないんですよ。夜お米抜き、ダイエットではないけどそんな感じでやらせてもらってます。今まさにペヤング食べようとしてた。食べちゃえ食べちゃえ。ポトフ美味しいよ。五穀米、そもそも炭水化物食べないですね夜は。日によっては食べるけど、基本は通常時は食べないようにしてます。なるべく。そうそう、これいつからやってるかな、結構前からやってますね。高校生の時とかもやってた気がするな。高校生の時くらいから夜ご飯炭水化物食べないみたいなの結構やってます。ポトフじゃがいも入ってるよ、新じゃが。わかる、白米美味しいよね。この間のいただいた咲き誇れめっちゃ美味しかった。本当に美味しかった。本当にもっちもちで超甘いんですよ。マジであれだけで食べれる。まあね、家の炊き方とかによっても変わるのかもしれないけど、私の家のは本当に美味しかったです。あれね、もう秋田じゃ手に入んないのよ。なんか11月頃にプレリリースみたいな感じなのかよくわかんないんだけど、一回リリースしたんですよお米を。もうその日に完売しちゃって、どこももうそれ以降手に入んなくて、あとは来年待ってくださいっていう話なんだって。だからもう私は絶対咲き誇りは食べれないと思ってたら、なんといただけたので本当に嬉しいです。超美味しかった。咲き誇りってもうあれですよ、秋田の新米というか新しいお米の名前です。青柳と愉快な仲間たち、お花ありがとうございます。もう終了なの。いやなんかね、数量が限定というか、なんていうんですかね、そういうやつだったんですよ。あ、そう、秋田の前日発売。そうなんです、そうそうそう、ギリギリ食べれたかもしれなかったけど食べれないっていうくらい人気だったからね。食感、食感か、もち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 、本当にもちもちしてた。もち米食べてんのかなっていうくらいもちもちしてました。超美味しかったです。やっぱね美味しいわ秋田のお米は、すごいね。私はこれからネットフリックスでドラマを見ますよ。そうなんですよ、秋田県民でもなかなかね入手
だからちょうどおばあちゃん来てたから、おばあちゃんも食べたことないって言ってたから、食べさせたら美味しいって言ってた。あ、アンバクさんがアンバサダーやられてるんですね。秋田のお酒でも私あんま飲んだことないんですよね。お酒飲めるようになってる頃にはもう東京にいたから、秋田のお酒って本当に飲んだことないんですよ。おでも美味しいって言うよ。もちもち米好き、次先ほこれにしてみる。いや、秋田こまちもね、どちらかといえばもちもちしてるんだけど、でもやっぱね、あれ新米だったからかな、先ほこれが本当に美味しかった。おすすめ。やっぱね、お米が美味しかったらね、お米とお味噌汁でいいんだよ。私もう本当におかずいらない。私一番好きな食べ物白米って書いてたもん、保育園の頃。面白いね。うん。あと10分でみんな寝るんだよ。このさ、みんなのアバターがさ、地味に揺れてんのすっごい可愛いよね。こうやってなんか眠いのかなって見えてきた。みんな眠いのかなっていう揺れ方してる。眠いんですかっていうくらいの揺れ方しててめっちゃ可愛い。白米はうまいけどビタミンが足りない。ビタミンはじゃあ別で補いましょう。みんな寝てる、かわいい。うふんうふん言ってる。私これかこれかよくやるな。アバター揺れない設定とかあんの？え、じゃあ揺れてない人もいるってこと？どこ？いないじゃん、みんな揺れてるよ。どこで揺れてないやつ？全員揺れてるぞ、みんな揺れてるよ。揺れてない設定とかできんの？じゃあ今みんな揺れるなって言ったら揺れないこともできるってこと？あ、見る側の設定こっち側？そんな設定あんの？揺れるのが嫌だみたいな。揺れてもいいでしょ別に。どうやってやんのそれ？わかんないな。どこでやんだろう。ちょっと私には無理ですね。揺れてる方が可愛いよ。みんな揺れててすごい可愛いです。なるほど、そういうことね。へー、負担かかんないんだ、回線が。そんなのがあるんですね。このまま寝落ちしそう、私も。本当だ、止まった。止めるな。みんな揺れてるのが可愛いよ。もうこうやって見てると時々ピッと止まるんだよね。一瞬寝落ちしたって、一瞬寝落ちしてから、あ、寝落ちしたって言って今コメント打ってくれたってことだもんね。そのまま寝たら超気持ちいいよ。わかる、揺れてるの見ると眠くなるよね。どうする、超眠いじゃん。これは可愛くないけどアバターが可愛い。そう、アバターが可愛いんだよ。みんなのアバターが可愛いんだよ。アバターが揺れてて可愛い。私このまま寝たらどうなんだろうね。明日の朝お母さんが
あんた何してんのっていうのが流れるってこと？その前多分電池切れて、電池切れて配信切れそうだけど、まーちゃんのアバターまだ？アバター作ったことないね。これも可愛いでしょ？カッパね、カッパ可愛いよ。私はちなみにカジーのアバター使ってます。カジーのなんだこのカルピス衣装着てるのかな、これカルピス衣装を着てるカジーの、うん、なんかすごいヤマッチョさんという方がすっごいところにいる、すっごい端っこにいる。なんでこんな端っこにいるんだろう。すごい面白い。あれアネジマサクアバター、そうかも、それを使ってます。いやーちょっと眠いね。みんなそろそろ寝ますか。明日日曜日だね。有意義な日曜日をお過ごしください。なんかたくさんギフトもありがとうございます。雪だるまとか雪の結晶、 I love you。 お疲れだるまさん、手袋、なんだろうこれは、贈り物、小判、たくさんありがとうございます。癒しボイスですね。やった。ちょっと私もいつかね、YouTube で ASMR とかね、撮ってみたいんですよね。でもいいマイクがないとダメだから、難しいなっていう。あと最近夜地震来ないかなって怖くて寝れないんだよね。なんか揺れてる感じして勝手に。部屋がなんかパチッとか物音するとなんか地震って思って起きちゃうんですよ。カップヌードルのギフトがない。何カップヌードルのギフトって、なんかあんのかな、ああいうランクが何に言ったらカップヌードルですみたいな、ランクがあるんじゃない。寝てると揺れてる感じ、そうなんですよね。なんかうわ来たってなる、いつも。いや来ないんかいってなるんですよ、それ。やだ、もう気をつけましょうね、ほんと。ん？ばあちゃんも驚いてたと思います。すごい眠いね。でも私はじゃがりこも開けちゃったし、ネットフリックスを見てから寝ます。みんなはゆっくり寝てください。ちょっとね、夜中突然の配信だったんですけど、皆さんありがとうございます、来てくれて。こんな時間に珍しいですね。明日日曜日なんだけど何もないのでね、ラジオ配信でした。ラジオで有野さんがまーちゃんの話してたよ。なんか変なこと言ってました、有野さん。怖、やだやだ、怖い怖い。みんなおやすみ。寝る前にまーちゃんの声が聞いて嬉しかったです。
嬉しい。そんなこと言われたら毎日やりますよ。そう、おやすみ。